ということはあってはならない。なのでそれをぜひ皆さんに自分の目で見ていただいて判断をしていただきたい。続いて参議院議員の山添拓さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました日本共産党参議院議員の山添拓です。雨の中足を止めてお聞きいただいている皆さん、またご通行中の皆さん、大変お騒がせをいたします。今ここではワールドカップのパブリックビューイングをやっているわけではありません。しかしこのワールドカップの盛り上がりにまみれるようにして悪法を通そうとしている安倍政権のその実態、悪な組を暴露するためにパブリックビューイングをやっています。どうか皆さん、ワールドカップに負けず劣らず白熱する、見ていて馬鹿らしくなるぐらいに、これが日本の政府かと情けなくなるぐらいの政府の答弁を後からたっぷり見ていただきたいと思います。皆さん、こうして今国会を1ヶ月も延長し、安倍政権が通そうとしている法案、働き方改革という名のもとに働かせ方の大改革を行おうとしています。それは結局今この場所で多くの方と訴えているのは、高度プロフェッショナル制度、名前だけ聞けばなんだか新しい格好良さそうな名前ですが、とんでもなく人を酷使する制度で24時間働かせる、その間休憩も取らせない、休日の深夜も関係ない、その上残業代まで払わない、それを合法化するという新たな仕組みを作ろうとしています。年間6000時間普通に働けば1800時間ぐらいです。年間6000時間働かせる、それを規定する仕組みがないという新たな仕組みです。私たちも国会の審議で請求し、24時間働かせるなんてとんでもないじゃないか、こう思うと厚生労働大臣は、いやそういうことは起こらないんです、働かせるということは馴染まないんです、そういうことになれば制度は撤回だ、こういうことを言っています。しかし皆さん、ゴープロについて適正に行われる、労働者が自分で出社の時間、帰る時間、仕事の時間、自分で適切に決められる、そんな保障どこにあるんでしょうか。すでに今でも残業時間の協定、サブロック協定を結ばないという会社がいっぱいあります。結んでいてもそれを超えて働かせる、そういう会社がたくさんあります。それどころか残業代を払わないサービス残業、多くの方が経験したこと終わりじゃないでしょうか。裁量労働制というみなし労働時間を使って固定残業代で好きなだけ働かせるという制度、これも野村不動産などで違法に適用されるということが明らかになっています。高度プロフェッショナルに限って働かせるということはありえない、24時間働くことはありえない、そんな保障がどこにあるでしょうか。皆さん、制度はですから厳しく作らなければなりません。抜き穴を用意しないようにしなければなりません。適切に運用されるとは全然限らない。しかも皆さん、このコープロという制度は適切に使うことによって24時間働かせられるという恐ろしい仕組みです。こんなものを絶対に認めるわけにはいきません。私は今日この宣伝を主催しております日本労働弁護団の一員として過労死事件にも関わってきました。今日おいでの方の中に過労死家族の会の方もおられます。一緒に事件にも取り組んできました。過労死のご遺族の方、事件に家族が亡くなり、悲しいし経済的にも苦しくなるし、これからどうしようかと途方に暮れる中で、労働組合や私たち弁護士のところに何とか勇気を振り絞って来られます。そうして労災の申請、裁判、普通は人生でやらないようなことを大変なプレッシャーを背負って臨みます。
ところがその時に会社からは何と言われようか、そんなに仕事はしてなかったはずじゃないか、サボっていたんじゃないか、大体働いてたという証拠がないじゃないか、傷口に塩を塗るようなことをたくさん言われて二重三重に苦しむ、そういう過労死のご遺族の方を何人も見てまいりました。皆さん、人は生きるために仕事をします。働きすぎて命を落とす、こんな矛盾はありません。憲法に働く権利が書かれています。私たち一人一人働く権利が保障されています。しかしそれは単に仕事があってお金がもらえれば何でもいいということではないと思うんです。憲法に合わせて最低限度の生活を営む権利、人間らしい暮らしを営む権利が保障されています。あるいはまた幸福追求権、個人として尊重される自己実現の権利が保障されています。やりがいがある、そして自分らしく能力を発揮できる、そういう仕事をする権利が憲法で求められていると思います。そうした本来憲法が保障するやりがいがあり、本当に楽しんで仕事ができる、そういう環境ではなく、企業の利益のために少しでも安い賃金で残業代を節約し、深夜割増を節約し、そうしてたくさん働かせるという制度、こんなものを作らせるわけにはいきません。24時間働く、深夜も働く、そんな仕組みを望んでいる方は一人もいらっしゃらないじゃありませんか。もっと自分の時間を大事にいたしましょう。健康を大事にいたしましょう。家族との時間を大事にいたしましょう。そういう世の中にしていこうじゃありませんか。国会会議が1ヶ月延長されました。参議院での審議はまだまだ続いていきます。徹底審議で廃案に追い込む覚悟です。どうか皆さん、ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。山小屋さん、ありがとうございました。